後半の始まり。はい、次はですね、これも、日食に出てくるブッチャーというモンスターが落とすチェーンソーです。チェーンソーですね。これでちょっとね、かなりリーチは短いんですね。ただまあ火力は、197というふうになっております。まあ割と高いですね。197でしたら割とっていうか、まあかなり高い方だと思います。ちなみにごめんなさい、さっきのテラブレードは151なので、テラブレードよりも強くなっております。はい。で、あとですね、こちら、説明のところに当たった敵から火花を放出するというふうになっております。まあこれチェーンソー斧なんでね、はい、当たった敵から火花を放出する、この火花に当たってもダメージ与えることができますので、じゃあ早速ちょっと攻撃してしまう。しこうでは早速攻撃。お、これやっぱりかなり強いですね。1300ですね。一気に強くなります。これテラブレードよりも全然強くなりますね、火力は。まあただこのリーチなんで、あの使える場所かなり限られるかなと思いますけど、これ火花出てるの分かりますかね。これ火花的にだから、こっちもすごいことになると思う。ほら、うわー、やばいですね、これ。うわ、こんなにすごかったんですね、これ。火花めちゃくちゃ当たってますね。後ろの周りの敵とか。はい、4000。うわー、すごい。これ、ひょっとしたらこれもうナンバーワンかもしれないですね、火力は。あくまでこれ火力なんでね。実際に使えるかというとなかなか難しいかもしれないですが、お、5000いきましたね。うわ、すごいですね。はい。ブッチャーのチェーンソーです。では次いきます。はい。次はですね、こちら、サイコナイフ。サイコナイフです。これも、日食のモンスターからドロップする武器ですね。これもね、ちょっと特徴なんですが、普通に殴る分には、しょぼいですね。330、40とか、まあ、400いかないぐらい。ただこのサイコナイフは、この今ね、攻撃力が115なんですが、ずっと止まってると、ステルス状態になります。ほら、こういう感じで。今攻撃力364になってますね。で、今僕消えてるの分かりますか？これ消えると、移動速度がかなり遅くなるんですけども、こういう攻撃力が364というかなり高い攻撃力になります。ただまあ、攻撃すると、あ、攻撃する、攻撃が敵に当たるとですね、こういうちょっとステルス状態が解除されてしまいます、ね。ほら、これ750っていう、このステルス状態から一気にぐさっといった時のダメージっていうのがかなり高いです。これクリティカルの、クリティカル率も 42% というですね、ステルス状態になるとこうやってクリ率も上がります。で、あとノックバックの強さもね、遥か彼方へっていう、まあ、かなり強くなるんですが、まあ限定なんです。消えてる時限定になっています。ステルス状態ですね、772。なのでまあ秒間ダメージとしては全然です。はい。こういうちょっとね、特殊な武器もあります。次いきます。はい。次にですね、こちら、フレイロンですね。これはデューク・フィッシュロンがドロップする、こういう、ちょっとこう、フックに、あわあわが、バブルがついた。これも当然バブル当たると敵にヒットさせることができるという武器ですね。これ、まあ、どんなもんかちょっと見てみますね。ああ、さすがですね。もうちょっと近い方がいいかな。バブルちょっと全部ね、当たった方がいいので。1000いきますね。で、このね、アワーはね、結構その、追尾しますので、敵に。自動追尾してくれます。だからかなり便利です。めちゃくちゃ強いです、これは。ただ、
いつからかちょっとわからないんですけども、弱体化されてるので、少し前のフレイロンよりも、ちょっとやっぱり弱くなってます。昔のはね、ちょっと強かったらしいんですけども、はい、これがフレイロンでした。では次行きます。はい、次はですね、こちらも、ヨーヨーですね。クトゥルフの目という、これもかなりね、重宝しましたね。これは、確か、日食に出てくる、モスラーがドロップする武器ですね。当ててみます。おー、いきますね。1000超えますね。はい。かなり強いです。で、これ、結構ね、割と範囲があるので、ほら、これ、他の周りのやつも当たってますよね。2000いってますね。2500。割とね、クトゥルフの目使えます。はい。まあ、ヨーヨーはね、もう一個強いやつもあるんですけども、テラリアンかな？最後のムーンロードがドロップするヨーヨーですね。僕もちょっとまだ持ってないですけど、ね、はい。で、結構距離も長いですね。はい。で、ダメージは1000が、1000を超えてくるということです。はい、次は、キノコの槍です。はい、こういう。これはね、ちょっと連射ができないんですけど、連打できないんですけども、どんな感じか見てみます。うん。微妙ですね、これは。まあね、割と、まあ、早い段階で、これは、キノコバイアオームにしか住まないね、なんかキノコの NPC を、からもらえる、なんか、そのバーを作るんですよね。あ、じゃあ、その NPC からも直接買えます、これは。はい。だからもう初めの段階で、地上に、キノコバイオームを作って、そこに、トリフを、キノコの NPC を呼ぶことによって、この槍を、買うことができます。まあ、序盤にしては、ハードモードを初めにしては結構使えますので、はい。こういう感じです。ただまあね、こうやってまとまってるところ当然貫通しますんで、敵が多くなるとかなり有効になります。あ、かなり強いですね。このね、キノコのエフェクト。これもちろんヒットしますんで、敵が多くなればなるほど、これもかなり使える武器になってきます。ただちょっとね、一体では少し、しょぼいかなって感じですね。はい、次行きます。はい、次これ。カボチャの剣ですね。確か、ホースマンブレードみたいな、なんかそんな名前だった気がします。カボチャ、これでは、まあ、カボチャ奇襲の剣って書いてますけども。ただね、これちょっと、せっかく僕持ってきたんですけども、これダミー人形に攻撃する場合は、これ本当は、敵にヒットすると、周りからこのカボチャの火の玉が飛んできて、その火の玉が敵を攻撃するという、ちょっとね、はい。ちょっとこういう感じで、敵にヒット、ほら、これ火の玉来ますよね。この火の玉が追撃してくれるという効果があるんですが、残念ながら、ちょっとダミー人形は発生しないので、ちょっと検証不可ということで。まあ、この単体だとやっぱ弱いですね。そんなに強くないです。はい。敵に当てて初めて効果が発揮されるという武器です。では次行きます。はい。次はですね、これ。今回この 1.3 から、新しい武器が追加されました。これはね、かなり強いんですよ。これ、ブロックもすべて通り抜けることができるので、ソーラーイラプションっていう武器ですね。これ攻撃力は168になっております。はい。じゃあちょっと殴ってみます。結構ね、多段ヒットしますので。で、これもちろん押しっぱなし OK です。あー、強いですね。単体でも1700ぐらいいってますね。めちゃくちゃ強いです。で、これね、燃えてるのわかります？まあ、これちょっと燃えてる武器は僕装備してるんですけど、また別にですね。追加ダメージが入ります。25も入るんですね。
これ追加ダメージ25ってかなりでかいんで、かなり強いです。で、当然貫通しますので、こっちなんてもえらいことありますね。うわ、6000、7000。おぉ、7000いきますね。8000、9000いきました。やばいっすね、これ。一回ブッチャー、さっきね、ブッチャーも強かったんで、あー、やっぱり全然ですね。まあ、ブッチャーもかなり強いですけど、やっぱりソーラーエラプション、だいぶ強いです。単体でもブッチャーの方が、あ、ブッチャーよりもやっぱり強いかな。あ、単体だと結構、ブッチャーと、まあでも範囲がやっぱり全然違うんでね。はい。ソーラーエラプションかなり、もう、ほぼ最強レベルの武器になってきますね、これは。はい、では次行きます。はい。では、ちょっとね、最後になりますけども、ミャウメア、ミャウメアというね、これムーンロードからドロップする剣です。攻撃力自体は、かなり高いです。319あります。はい。これも、ソーラーエラプションもだいぶ強かったですけども、ソーラーエラプションの倍ぐらいありますね。はい。まあ、まあ、強いです。ちょっと殴ってみます。これね、殴るとこういう魔法剣ではないんですけども、あ、魔法剣ですね。こういうちょっとね、跳ね返るんです、これ。で、これ猫らしいんですね。にゃん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 鳴いてます。こういう感じですね。結構ね、常に使ってると、結構うるさいんですけどね、これ。割と。ちょっと殴ってみまーす。わー、強いですね、やっぱり。これね、攻撃力自体がやっぱり強いので、2000超えますね、単体で。ただまあ、これもね、かなり遠距離というか、狭いところでもかなり重宝します。で、当然これ貫通しますので、これ、あ、全部は貫通しないですね。あ、でも5体は行きますね。はい、5体は行きます。あー、これもまあ、強いですけど、6200、6000、7000ギリギリ届くぐらいですね。あ、今7000いってますね。あ、ギリ8000もいきました。あー、強いですね。8000。はい。8000届きました。ニャウメア。ただまあ、そう考えると、このソーラーエラプション、もうだいぶ強いんじゃないかなと思います。ああ、やっぱりダメージは、ニャウメアに軍配かな。結構ね、まあ、使う場所によって、全然、ちょっと状況は変わってきますけども、まあ基本的には、ダメージ、秒間ダメージだけでいくと、ミャウメアがやっぱり強いですね。あ、いや、ソーラーエラプションですね。単体だと。結構、似たような感じです。はい。で、またね、次に、ガンですね。ガン系のものを検証したいなというふうにも思っておりますので、また、ご視聴いただければと思います。では、今回はこれで終わります。では、バイバイ。